週末銀。はい。最低賃金がですね、全国平均で1004円なんですよ。なんとか5年以内に1500円というのをやってきたんですけど、皆さん今ね、すごい物価高でしょ？それから円安で、もう本当海外のもの高いわけですよ。そういうのを考えるとですね、私は最低賃金は2000円。2000円はね、必要と思うようになりました。で、年金支給額もどーっとね、下がってきてるんですよね、ここ数年間。それでもって物価が上がったじゃないですか。生活苦しくなって当たり前ですよね。少なくとも年金が下がっていくんじゃなくて、上げていくという方向にやるために、日銀のその含み益が今37兆円あるんで、そこの一部をね、取り崩しながら少しずつね、年金の財源にしていけばいいんじゃないかなと。末松、特権階級に根付いた自民党政権に脳を突きつけましょう。今がその時です。